はい、今回はですね、おー、すごいね。やっぱ誰やねんやな。マジで知らんわ。でもカードあるんやな。誰？名前が読まれへん。孫樹粉かな？孫樹粉。知らねえ。でも、でかい。190センチあるんや。アラサーか。知らねえな。この2本見てる限り、これアルフレックス新潟なんか。知らねえ。マジで知らないんですけど、みたいな。一応キャリア見てると、アルビレックス新潟に、新卒で入団してんのか、大学卒業してすぐに J リーグ来て、で、51試合ってことは、んな大して出てへんやな。で、レンタルで、ミトホーリーホック。うん、それでもそんな大した成績はないと。で、その後は韓国とか中国行ったりして、今は、韓国と。で、あれか。兵役か。兵役多いな。やっぱ、みんなあれやな、兵役、行ってまうんやな。結局ね、成績残さない限りは、代表でね、兵役行っちゃうんで、厳しいよね。だからもう兵役行ってる間って、仕事しながらサッカーしてみたいな感じやからね。いや、そら、競技力落ちるよね。いや、そら、韓国強くならん、ならんね。気合と根性だけではどうにもならんからね。でもプレーとしては全然知らんな。なんかこんだけフィジカル強くてっていう感じなんやけど、意外とあれやねんな。なんか全然活躍してないんやな。全く知らんわ。一応韓国代表の歴持ってるんやね。一試合だけ。一試合だけって。まあ残念ながら知りませんな。まあ年齢的に考えてもね、今から J リーグとかってのはそんななかなか厳しいと思うんで、もう最近さ、なんか外国人が J リーグで活躍できなくなってきてるよね。まあ、イニエスタしかり。やっぱそれだけレベルが高いと思うんですよ。ぶっちゃけた話が。イニエスタなんかもうね、最後の腐ってたけど、いや、腐ってたもクソもお前、通用してへんやんっていうね。最後吉田とも握手しなかったからね。それはないやろって。逆にスタメンで出てて活躍できると思ってんのかみたいなさ。もうそういうレベルになってきたよね、J リーグがね。はい。まあ、そんな感じで、今、韓国でね、兵役で頑張ってると。いうことです。